ただいま。たった今お前の家じゃなくなったぞ。よく映画でサイドブレーキをターンに使ってますが、これに勝るものはないよね。一発で車がおじゃんになるんですが、そんな時のための保険です。スポーツ選手もびっくりな保険料になるだろうぜ。国士が嫌なのかタイヤが脱走してきましたね。秒で引かれてるけどな。来世がタイヤだったんや。は？ギブウェイ、日本の止まれよりは緩い言い方に感じますが、守らないとポリスが飛んできます。小山隊長に早いな。技術の発達で、一時不停止やシートベルト違反が秒で罰金生産される時代が来ますよ。病気の時はつけなくていいっていう道交法の例外は？そんなの日本政府が考慮するわけないでしょ。裁判しても警察が絶対勝ちますよ。路肩走った方が得する時代来るかもな。これは自動運転の通学バスが乗っ取られて、事故らせて我が子を奪還するシーン。YP の映画にそんなシーンあったぞ。手動運転で優先無視したら、その場で AI に車両を破壊される未来があるかも。映画の見過ぎじゃないか。そう見せかけて現実なんですね。その事故動画、YouTube に上げたら儲かるからデータちょうだい。それ言い出す人すでにいそうだな。そして自動運転に仕事を奪われた人がこうやって交通妨害。まあ第四次産業革命って言われるくらいだもんな。交通事故の示談金もネットに晒して回収する時代。私のツイッターの偽物も住所特定の軒探偵を雇って監視しているのですよ。いざとなったら晒して稼ごうという精神な。この発言 YouTube のポリシー的にグレーなんですよ。私何も喋れなくなっちゃうから代わりに車の悲鳴を聞いて。おい弾幕まだ聞こえてきたじゃねえか。仕方ねえ、骨は拾ってやるよ。もしもし警察ですか？この広いという方だの自己処理じゃねえか。何しても批判されるこの世の中クソ。日本って変な政治家が当選しちまえ。稚拙な暴言吐いた後、急に現実的な国家転覆案出すのやめてくれません。初手は信号無視突撃で被害者側が許すべき発言だ。あれだけの暴走事件を起こしといて免許返納を考えてない。プレス機の方が潰れそうな反同調圧力っぷりだよな。同調圧力の強さは国民の階級に比例する。そういえば雨か。雨の日のドライブ、80キロ以上出る道路で大抵誰か事故ってるんですよね。どこに住んでるんだよ。意外とベンツと BMW が多い町、名古屋市です。あ、たった今滑って事故ったな。明日は我が身。だから明日はドライブ行かずに家に寄っと。バカなの？花坂じいさんの猿真似の方と一緒じゃねえかアホか。まあまあ、程度もわからずアホみたいに飛ばす名古屋柱が自滅しただけですって。こんな風にね、ちょっと違う気がするわ。ズームで重役を大きくしたり上にできないかという相談があるらしいですね。つまり高齢者優先だから譲れって意味だわ。ボケボケって自己紹介か。どけ。オッケー。滑稽。うっせー。うっせー。朝小屋に竜宮爪の鶏がなんて鳴いてたかわかった気がします。ではいただきます。いきなり食べるな。そういえば屠殺前の鶏と日本の満員電車ってどっちの輸送環境の方が過酷なんでしょうかね。あ、屠殺終わった。危ないこと言うなって。お、フランスにその PSP のやり方を口ついて。アスファルトと芝生の間に押し付けてスピンさせるやつ、小学生の時によくやってたよなお前。真面目に走れないんですか？というクレームがそろそろ入りそうですが、真面目なチャンネルじゃないので他のところにお願いします。会社の部署違い対応みたいになっとる。引っ越しセンターの社名混同クレームみたいな。確かにアークアートハート色々あるもんな。電話帳の1位に乗りたい。あー、安心引っ越しサービス。え？なんというか、正面突破を極めてますよね。逆走したタイミングでそれ言うか。この瞬間にいるべきは左後ろ。お前、映画とかで爆発が起きた瞬間にはもう物陰に隠れてるタイプか。そして冷静に反撃してあっさり撃ち殺される。いや死ぬんかい。かつての世界大戦で軍に志願した者はみんな、俺に限って死ぬことはないと思っていただろう。そして現在俺に限って事故ることはない。そういや60代以上は運転にむった自信があるってデータ出てたな。これですね。そして年代別の死亡事故発生数を重ねる。10代事故りすぎやろ。原付の死亡率 50% なんじゃねえの。まあこのチャンネルの視聴者さんの中にはプリウス事故率 100% だとか本気で思ってる人もいるので、おじいちゃんにガソリンをプレゼントする動画でも見てバカになって宙を舞いましょう。突然のナンセンス文学。感情的に言わなあれない。ガソリンかけられたって切れてはいけないのだ。怖いよな。ガソリンノズル取った瞬間吹きこぼれてきた時は二度とここ来ないと誓いました。そういえば皆さんは月にいくらガソリン代に使いますか？私は2万円ほど。全部廃屋ですが、GTR は走行距離少なめなのです。給料日前は金欠でガソリン入れる余裕がない人もいるみたいだな。ちなみにこのガソリンスタンド、おかしいんですよ。見ての通り燃料出てないんですが。なんで金かかってねー。これは、怒りを爆発させるような短気なクソ客を世の中からサーマルリサイクルしてしまおうという仕組みなんだろうぜ。サーマルリサイクルって聞こえはいいけど燃やしてるだけじゃないですか。リサイクル方法の中に整然とサーマルリサイクルとして入るの笑うよな。何はともあれ、ガソリンの取り扱いには気をつけましょうということなのでした。さて、飛行機の燃料を蒸留してアルコール作るか。取り扱い注意って言ったばかりだよな。
第二次大戦中、ソ連兵は燃料を燃やしてアルコール代わりに飲み、アメリカ兵は燃料を蒸留していたアルコールを水で割ってこっそり飲んでいたそうな。日本は、アルコール以前に敵の潜水艦のせいで食べ物積んだ船が来ない。日本人は戦争潜水艦に殺されたって言われるわけなんだな。これからは祖父母の運転する車による直接攻撃の時代ですね。ステイホーム。